はい、レオンチャンネルです。皆さん、レオンチャンネル48シール、楽しんでもらえてますでしょうか？全国のコンビニで、なんとマルチコピー機で買えますので、よろしくお願いします。9月16までの期間限定販売ですね。基本的には、ここの黒線に合わせてカットして、こっちもカットして裏側にシール貼って、48シールとして遊んでねってやつなんですけど、割とこのまま保管されてる方も多いので、今回はちょっと、角度の違う遊び方、それを紹介したいと思います。ただこれは一応最初から僕が想定してたもので、用意するのはまあハサミかカッターか、あとはカードスリーブ上から入れるやつね、これを使って販売パッケージ風にやる遊び方があるんですよ。まあ細かいことを言えばカッターの方がいいんだけど、これね、上まで切りすぎないようにこの辺使うんで、裏側とかも省略しちゃう。こうやっていい感じにシールだけを切り出します。はい、これで切り出し OK で、めっちゃいいでしょこの48シール。レオングリーンカメラブラスターっていうね、新たな武器を持ってるんだけど、これをスリーブに入れちゃいます。ハードめのスリーブの方がいいかな。で、上からスッと入れちゃって、今度はスリーブの位置に合わせて、要はここをね、このレオンチャンネルの部分をヘッダーとして使えるように設計してあるので、外側を切り出す。で、反対側はここっすね、この10種類ギリギリのところ、ここ切ってこの辺をカット。そうするとヘッダーがほら出来上がりますので、あとはホッチキスか何かでパチッと止めてあげれば、はい、売り物風っていうか、まるで自分の部屋が48シールの売り場になったかのようなスリーブイン状態にすることができますので、これ面白い遊びでしょ。これもちろん想定外じゃなくって、ちゃんと想定して空白を周りに作ってあるので、こういう風に遊んでね的なね。なのでこのようなトレカプロテクトがあればこういう遊びもできますので、もしダブって持て余してるよって方はこんなのも試してみてください。以上、レオンチャンネルでした。てか48シール、コンビニで買えるから買ってね。全国のコンビニで買えるレオンチャンネル48シールプリント版が発売されました。ファミリーマートは右下のボタンから e プリントサービス、ブロマイドアニメゲームからレオンチャンネルのバナーを押して、ガチャ、そしてシール紙を選んでくじを引くと。で、セブンの場合はプリント、コンテンツプリント、e プリントからブロマイドアニメゲームでガチャで L 版で、ここはね、シール紙ないんで、セブンは。ローソンの場合は、右の e プリントサービスからブロマイドアニメゲームでレオンチャンネルのバナーガチャでシール紙選んでもらうとシールで排出されます。お金を入れると何が出てくるか。はい、シルエット君&レオンレッド。